HSST。HSST は日本の磁気浮上式鉄道、常電動リニア技術の一つで、高速地表輸送機関のことである。常電磁石の吸引力で約1センチメートル浮上し、リニアモーターで動かすことにより、軌道、線路に接触せずに走行するため、低振動、低騒音及び高速走行が可能であることが特徴である。当初は日本航空、その後は名古屋鉄道が中心となり、開発が進められた。運転速度及び輸送能力に応じて、HSST-100、HSST-200、HSST-300 の3システムが開発されている。2005年3月に愛知高速交通東部丘陵線、愛称リニモで常設路線として初の営業運転を開始した。1970年代初頭、当時建設が進められていた成田空港が都心から 60km 以上離れており、また世界的にも空港が遠隔地に移動していく潮流を受けて、自社技術による空港アクセス交通システムについて、日本航空によって独自に調査、研究が始められた。なお、成田空港のアクセスについては、これと別に運輸省や国鉄が成田新幹線を経営していたが、未実現に終わった。日本航空では、当時の世界各地の交通システムも調査、研究し、特に西ドイツで開発が進んでいた磁気浮上式鉄道に注目し、航空機技術と組み合わせれば最適な交通システムが作れると判した。当時、西ドイツの磁気浮上式鉄道が地上一次式リニア同期モーターを採用したメッサーシミットベルコーブローム社の主導するトランスラピッドの開発に一本化され、使い道を模索中だったクラウス・マッファイ社の車上一次式リニア誘導モーターを採用していたトランスラピッド04の吸引式磁気浮上の基礎的技術を導入して1974年頃から開発が開始された。当時の開発目標として最高速度を時速 300km とした。また、クラウス・マッファイ社から吸引式磁気浮上に関する技術を導入したため、あたかもトランスラピッドのコピーであるかのような印象を与える場合もあるが、実際には MBB 社の主導によって開発されたトランスラピッドが高速化に適した地上一次式リニア同期モーターを使用するのに対して、HSST では浮上と案内を兼用した車上一次式リニア同モーターを採用すると、同じ吸引式磁気浮上でも細部は異なる。急勾配や急曲線での走行性能が非常に優れており、振動や騒音が少なく、乗り心地が安定している。最高速度は新交通システムに比べて速く、冬季での積雪や凍結時の影響も少ないため、季節を通して安定した輸送力を持っているのが特徴である。浮上、案内には電磁吸引制御式が採用されている。HSST の特徴でもあるが、一つの機構で浮上力と案内力を兼用して発生させる方式である。軌道側に鉄製の浮上案内レールが下向きに取り付けられており、車両側にはモジュールによりレールを抱きかかえる形で取り付けられている電磁石がレールと対抗している。この電磁石がレールを吸引する力により浮上力を得る。この方式で安定した浮上力を得るためには、レールと電磁石の間のギャップを常にギャップセンサにより測定し、毎秒4000回の演算を行い常時一定の間隔を保つように電磁石を制御している。HSST-100 で電磁空隙は約 8mm、浮上量は約 6mm である。また、レール及び吸引磁石は車両進行方向に対して共に U 字型をしており、レールと吸引磁石の U 字の頭が互いに対抗するように配置される。この U 字部分の頭頂部に一致するように横向きの力が働くが、これが案内力となる。電磁吸引制御式の特徴として、浮上磁石が鉄レールを引き付ける際に、磁界の影響で鉄レール内には渦電流が発生する。この渦電流と浮上電磁石との間には車両を制動する方向に力が働く、磁気抗力、または磁気抵抗、これを回避するためには、時速密度を低くし代わりに広い面積で車体の浮上を支えるとが有効である。HSST では、モジュール、後述構造により車両長さ方向をほぼカバーするように浮上磁石を配置している。片側式リニア誘導モーター、リニアインダクションモーターが採用されている。これは、車両側に誘導電動機の固定子、電気子に相当する一次側コイルを、軌道側に誘導電動機の回転子に相当する二次側の金属プレート、リアクションプレートを持つ構造となっている。この方式では、軌道側にコイルを持つ必要はないが、車両側で電気子の磁極切り替え制御を行う必要がある。また一般にリニアインダクション、誘導モータは、リニアシンクロナス、同期モータに比べて消費電力の効率が悪いとされていい。また HSST では、リニア誘導モータの駆動装置として、VVVF 方式インバータを用いた VF 一定制御、電圧と周波数の比を一定制御が採用されている。一般の鉄道車両の台車相当の部分を HSST ではモジュールと呼ぶ。一般の鉄道の台車と異なり、HSST のモジュールは車両のほぼ全長にわたって分散するように配置されている。これは横方向時速方式とも呼ばれる。モジュールは浮上、案内、推進、ブレーキの機能をまとめたものであり、車体の両側に連続的に配置されている。モジュールには2個の浮上、案内電磁石を1組として2組、リニア誘導モータの一次側が1つ、キャップセンサなどが内蔵されている。モジュールの左右はアンチロールビームで接続されている。車体とモジュール間には空気バネにより、モジュール端の4箇所で接続されており、これにより、車体への振動緩和を行っている。通常の場合は、リニアモータからの制動力による電気ブレーキを使用する。しかし安全面を考慮し、油圧ブレーキも装備されている。油圧ブレーキは、ブレーキシューが車両側に装備され、シューにより、軌道側の浮上案内レールの一部を挟むことで、制動力を得る。ブレーキ系統は常用系と保安系の二重のシステムを持っている。保安系ブレーキは電磁弁に対して常時例示しており、電気系の故障などで例示が解除されると油圧ブレーキが作動するフィールセーフになっている。HSST では車上側の推進コイル、浮上コイルに対して電力供給が必要となる。このため軌道側に設置されている電車線から車両側に設置された集電装置による接触給電、直流 750V また、直流 1500V が行われる。HSST-03 までは推進用のリニア、誘導モータの例示用の交流電流を地上に設置された VVVF 方式インバータから給電していたので、給電線が多かった。HSST-0425 は VVVF 装置は、車載式になり給電装置も最小限で済むようになった。研修庫で安全上、軌道から集電できない場合は、電源ケーブルを接続して浮上する。浮上中に電源異常になった場合に備え、バックアップバッテリーが搭載されている。バックアップバッテリーのみでも数十秒間の浮上が可能。HSST の場合、浮上や推進に必要なコイル類はすべて車両の両側に装備されるため、軌道は両側に設置されている。このためシンプルにできる特徴がある。軌道構造には、ダブルビーム型とシングルビーム型の2種類がある。ダブルビーム型は、2つのコンクリート支柱、ビームで車両を支える。支柱間に、車両側の機器部分を入れることができ、車両の低重心化が図れ、高速化に適するが、その反面、軌道の建設コストは割高になる。筑波万博などでデモ走行を行った HSST-03 型に採用された実績がある。シングルビーム型は車両直下に軌道のビームが来るため、軌道下に車体の一部、機器などを持ってくることができず、ダブルビーム型に比べて車両の重心が高くなる欠点がある。愛知高速交通東部丘陵線を含むHSST-03 以外の車両ではこの方式を採用している。車両側への給電が集電装置により接触して行われるが、これによる騒音の発生は軽微である。したがって、従来の軌道鉄道と比べても低騒音での導入が可能である。東武丘陵線の開通に先立ち、愛知医科大学の水谷昇らにより、ペースメーカーに HSST システムが与える影響の調査、報告が行われた。これによると誤作動は認められなかったという。タイヤがなく非接触なので、タイヤやブレーキシューの交換の必要がなく終電靴以外の消耗品もほとんどない。また、変速機のような分解整備を必要とする稼働、摩耗の伴う部品交換を要する装置を備えないので高稼働を維持できるので予備車両も少なくて済む。他の新交通システムと比較してゴムタイヤでの走行に起因する転がり抵抗や減速機の損失がなく浮上に要する電力を合わせても消費電力もあまり差がないため結果的にランニングコストは少なくて済む。HSST はリニア誘導モーターであるため一般の鉄道で使用されている直流モーターや動機モーター等の回転式電動機よりも効率が低い。浮上にかかるエネルギー消費は一般的なイメージより小さく HSST-100 で 6mm の浮上に必要な消費電力は1トンあたり 0.8kW 程度である。HSST が走行時に消費する電力のうち浮上における消費分は5から 30% 程度で、推進による消費が大部分である。推進時の抵抗は、他の新交通システムで見られる、ゴムタイヤの転がり抵抗減速機による損失がないので、その傾向は高速化するほど一層顕著になる。HSST ではその用途別に主に3種類の基本型に分かれている。都市型交通システムなどの短距離路線を想定。道路上にも容易に軌道設置できるように車両サイズは新交通システムと同規模でモジュールを片側3台ずつ装備し最小曲線半径を25メートル、最高速度は時速 100km 程度とし次期浮上式であることを活かして急勾配な線形も取れるように考慮したシステム。また最小曲線半径を50メートルとし車両サイズを都市モノレール程度まで伸ばした-100ストレッチ型も考えられ、実際に愛知高速交通東武丘陵線では、この-100ストレッチ型を元にした車両が採用された。都市モノレールから新幹線程度までの速度や輸送容量を持つ比較的幅の広い適用範囲を想定した中距離路線を想定。最高速度は時速 200km 程度かそれ以上、モジュールを片側4から5台装備し、最小曲線半径を 100m としている。HSST-04、05がこれにあたる。大都市間の高速大量輸送用を想定。最高速度は時速 300km 程度かそれ以上。HSST-03 がこのタイプの原型である。1975年に製作した無人実験車両でリニア誘導モーター駆動。ただし時速 250km 以上の速度試験には試験線の全長の制限により加速度が足りず、固体ロケットエンジン、日産自動車製も併用し、1978年には時速 307.8km を達成している。国立科学博物館に寄贈され、上野本館で展示された後、同博物館の筑波筑紫両庫で保管されている。1978年に製作された客室スペースを持つ実験車両。8人分の座席を確保し、乗り心地改善のため二重サスペンションが導入された。最高速度は時速 110km。HSST-01 と同様、国立科学博物館へ寄贈、展示された後、筑波筑紫両庫で保管。1985年の筑波万博、1986年のバンクーバー国際交通博覧会、1987年の岡崎葵博覧会、岡崎公園でデモ走行を行った。日本航空と住友電機工業が中心となって開発したもので、長さ 13.8 メートル、幅 2.95 メートル、高さ3メートル、重量約12トン、座席数は47席あり、軌道にダブルビーム型を採用。また台車に代わりモジュールを採用、6モジュール、両。当時はまだパワーエレクトロニクスが車両に搭載できるほど小型軽量化されていなかったので浮上、推進の制御用、VVVF インバーターは地上にあった。そのため、給電線の本数が以後の機種よりも多い。筑波博では約350メートルの軌道上を時速30キロメートルで走行し、1往復4分ほどの搭乗体験ができた。筑波博では直線の軌道だったが、バンクーバー博では曲線の軌道を走行した。岡崎葵博覧会の終了後、1990年8月31日まで約180メートルの軌道上を運行した後、現在は岡崎市の南公園交通広場で保存展示されている。1988年に熊谷市で行われた埼玉博覧会にて展示走行した車両 HSST-200 型として開発、最高速度は時速 30km。VVVF が車載となる。1989年の横浜博覧会にて開催期間中のみ営業運転した車両で2両編成化していた。HSST-200 型として開発、最高速度は時速 45km。営業路線として運行された都市型交通システムへの特化、実用化を目指した車両。中部 HSST 開発により1991年から大江実験線 1.5km で各種試験が行われ、試乗会なども催された。1989年の横浜博覧会で開催期間中に美術館駅とシーサイドパーク駅を2分30秒で結ぶ営業路線として運行され、運賃は600円だった。なおパンフレットによると会場内での最高速度は時速 45km、2両編成で全長 36.3 メートル、座席数が158席、実長568メートル、営業キロ数515メートルとなっていた。2019年現在では愛知高速交通東部丘陵線が唯一 HSST の営業路線となっている。この路線は2005年に愛知県で開催された万国博覧会、愛・地球博の開幕に合わせて開業した。ただし、東部丘陵線そのものは万博とは関係なく計画、建設された。1999年に愛知学術研究ゾーンへの導入が決まり、2002年11月に初の実用車両となる3両編成の100型が落成し、大江実験線での試験を経て2005年に開業した。愛称はリニモ。1966年に大船駅から横浜ドリームランドを結ぶドリーム交通モノレール大船線が開通したが、翌年橋脚の強度が著しく不足していることが発覚し、運休となる。以後モノレール設備は放置されていたが、後に大英紙会社のドリーム開発がこの施設を買収し、HSST の導入を計画。1995年には路線免許が次期浮上式に変更された。しかし、大英本体の経営が傾くなどの理由により、導入計画は頓挫した。同線はその後2003年に正式に廃線となり、施設は撤去され、またドリーム開発も2005年に解散している。白市から広島空港までの約 8km に敷設予定の鉄道で、当初は HSST 方式の導入が予定されていた。しかし従来の鉄道での建設に変更。その後2006年9月に県議会で計画の見送り、事実上の断念が発表された。2003年11月、日本国外への HSST の販売に向け、HSST システム販売株式会社が設立された。中国、台湾、アメリカなどに売り込みを図ったが結果が出せずに、2011年12月2日に解散している。筑波万博で実車の運行を担当した日本航空のグループ会社である日光商事から HSST-03 の1、80スケール模型が販売された。実際に浮上走行するもの、永久磁石の反発力で浮上、電磁石により推進と転じ用途のみのもの、これも永久磁石の反発力で浮上とがある。この他には100円のお菓子麺、カップラーメンのおまけやゼンマイ仕掛けの玩具等でも HSS の模型があった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。